姿、アメリカに派遣された、留学生たち姿は、新末の政治改革者、実業家。近代中国史上初のアメリカ合衆国への留学生である。関東省、香山県南平村出身、字は、トール萌エ号は、淳はじめ、淳父など、渡米した時には、ヤングウィングと名乗っている。貧しい農家に次男として生まれた。1835年。 7歳の時に父親に、従ってマカオに行き、まずポメラニア人選教師、カール・ギュツラフの妻メリーが運営していた学校に入学した。ここでは、ハリー・パークスの姉たちと机を並べている。その後1841年に、モリソン記念学校に入学した。1842年、香港がイギリスに割上されると、モリソン記念学校は、香港に移転し、姿、も、 香港で学業を続けた。1847年、校長のサミュエル・ロビンス・ブラウン牧師がアメリカに帰国することになると、姿、郝広氏、郝マサルの生徒3人も帯同してアメリカに留学した。アメリカに到着後は、マサチューセッツ州で2年間ほど大学入学の準備をしている。この間キリスト教に入信している。1850年にイエール大学に入学した。 1852年にアメリカ国籍を取得し、1854年に卒業した。留学中、森有紀とも交友している。卒業後はすぐに帰国し、甲州のアメリカ公使館や香港高等審判長、上海会館などの通訳の職に就いた。また実業家としても歩み始め、外国商人のエージェントとして、剣士や茶の買い付けを行っている。 1860年、太平天国の公費都市と面会して、西洋文明を中国に導入するという内容の遅刻7策を提出した。提案は以下の通りであった。合理性に基づいた軍隊を組織する、今年間学校を設立すること海軍育成のために、海兵学校を設立すること優秀な文民を採用し、政府を運営するべきこと銀行制度を立ち上げ、 また度両校を統一すること年齢別クラスを内容とする学校を設け、聖書を教科書として採用すること実業を教育する学校を設けること、校一氏の賛同は得られたが、他の省の指示は得られなかった。公衆前は四等尺を授けたものの提案は拒絶している。そのため姿は典型を自去した。政治改革案は入れられなかったもの,の姿は実技を得た。 南京を去る際、太平天国の支配領域を自由に行き来できる通行証を入手し、商売に最大限活用したのである。太平天国によって、江南地方の物流は滞っていたが、姿は通行証によって安全に買い付け、運送できた。これにより彼は多くの財を成したと言われる。1863年には旧知の数学者、李善団の紹介で、 新潮の実力者、祖国藩と面会している。以後姿は、太平天国の天敵であった、ヨウム派官僚に接近し、ヨウム運動を側面から支援していく。翌年、西洋の国々に匹敵する武器工場を建設するのに必要な機械類の買い付けのために、祖国藩によってアメリカに派遣された。帰国後、無事危機器購入に成功した子を認められ、 候補道地という感触を与えられている。1870年、児童をアメリカに留学させる計画を提案し、祖国藩、理工省、長日省の支持を得た。1872年、120人の児童がアメリカ留学に出発し、姿は留学生監督と中米副講師に任命された。しかし数年後、留学生たちが自由、民主の考え方に触れて儒学への関心を、 失うようになると、中米講師の陳段明は留学生を帰国させるべきと主張して姿との論争が絶えない状態となった。1881年、総理各国事務我門は留学生に帰国を命じたため、留学は10年で中断されることとなり、姿も留学生と共に帰国した。しかし留学は完全に成功しなかったとはいえ、留学生の中から外交官の当商儀、留玉林、 中国鉄道の父戦天佑、香港の政界で活動した、周都潮美などの人物が現れている。1890年、新の政府に国立銀行の設立を建議し、研究のためにアメリカに派遣されたが、森戦会の反対で中止された。その後、幸運や両慶長と知り合い、母術の返邦では、返邦派を支持した。しかし、母術の政変により、香港に逃れた。 1900年には、東西常の呼びかけた自立軍運動に参加し、中国国会会長に選ばれている。この運動は失敗に終わったが、その後孫文を知り、アメリカから孫文の革命運動を支援した。1911年、侵害革命が成功すると孫文は姿に帰国を要請したが、翌年にアメリカで死去した。モリソン記念学校は宣教師。 ロバート・モリソンを記念して建てられた学校。モリソンは、聖書の翻訳や官英辞書の編纂など、多くの文化的起用をした人物。官職といっても、候補という名が示す通り実職ではない。同地とは、州という信頼の地方行政区の長官で、それに、秋があれば任用される資格を得たということである。実際には、この時期姿は、チャンス賞の通訳として、ただし民間ではなく、 官僚として勤務していた、ありがとうございます。